安倍晋三元総理が演説中に銃撃され死亡したことを受けて県内にも衝撃が走りました。広島市内では号外が発行され、街の人から驚きや事件に憤る声が聞かれました。辛いね、山口さんもね、広島と近いから。支持してたとかっていうわけではないんですけど、それでもあのなんか元総理がっていうのはとてもショッキングでした。テレビ各局も通常の番組から切り替え、衝撃のニュースを報じました。参議院選挙の投開票日を10日に控えた白昼の銃撃事件、県内でも各党が急遽選挙活動を取りやめるなど動揺が広がりました。安倍元総理は岸田総理と初当選同期です。小泉改革を前に進めていくのか、やめてしまうのかを問う選挙であります。2005年の衆議院選挙で盟友岸田氏の応援に駆けつけた時の映像が残されています。その翌年には初の戦後生まれの総理大臣に就任。総裁選への正式な出馬表明は広島市内でした。2度目の総理就任後、2016年にはアメリカのオバマ大統領とともに平和公園を訪問。現役大統領の初の被爆地訪問に同行しました。総理在任中には大きな災害が2度広島を襲いました。2014年安佐南区で発生した土砂災害、2018年には西日本豪雨。避難所を訪問し被災者に寄り添う姿が見られました。一方、どうか皆さん、この広島から女性の国会議員を、そして広島の力を見せていただいてますように。2019年の参議院選挙では買収事件で有罪となる河井案里元議員の応援のため広島入りしました。75年前、一発の原子爆弾により廃墟とかしながらも、先人たちの努力によって見事に復興を遂げた。8月6日の平和記念式典には総理として合わせて9度出席しています。